い、どうもこんにちは、ショコラです。実はですね、今日、紹介しようと思ってる、ニットのセーターを実は着てまして、はい、あまりないんですが、もうちょっと着てみました。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。何かというとですね、ドルモアというブランドの、服です。はい、でこれアネモネさんでもらったんですけど、この間雑誌のセカンドで撮影というか、まあ雑誌に載るなんだっけ、そう撮影をして、た時に、キューティーさんと一緒に行った場所で、高円寺にある、それこそミリタリアとアンコールの間にある角のところに、角の2軒目かなにあるお店で、俺高円寺しょっちゅう行ってたのに、あそこにあんな名店があることを知らなくって、本当に損してたな今までってちょっと思ったんですけど、はい。で、そのセカンドの取材行った時は、撮影行った時はもちろん企画をやってる最中だったんで、そんな店内をこう物色する感じではなくて、なんかなんていうんですか、そっちの客のに集中してたので見たいなと思ってたんですけど、全然見れなくてですね。ただこのドルモアっていうニットがめちゃくちゃいろんなカラーバリエーションがあって、それ入り口にむちゃくちゃ並んでたんですね。本当2、30着ぐらいもっとあったかな、すっごい積んであって、もう本当ピンクからオレンジ、ベージュ、なんていうのな、アイボリーとかで、あとグリーン、なんですか、紫、ピンク、スカイブルーみたいな、もうなんか本当に虹色というか、すごくこうパステルカラー的なのとカラーシックな色まで、なんかもうブワーっていっぱいあって、それがもう各サイズ分あるみたいな感じなんで、本当50じゃ効かないかな、本当積んであったのは本当一部だけで、多分本当裏には多分50だ100だとかあったかもしれないですけど、とにかくすごいカラーバリエーションで、めちゃくちゃ可愛い色のニットが積んであって、すごい気になってたんですよ撮影中も。うわ、めちゃくちゃいいなと思って、なんか一着着たいなって。もうニットね、前に結構古着で安くて、なんかそんなに気に入ってもないやつを結構持ってたんですけど、そこら辺をもう一回処分しちゃったんで、結構今ニットがないんですね、あんまり。なので結構このぐらいの、薄手厚手のちょうど中厚手ぐらいというか普通ぐらいのサイズの肉厚のやつがなかったんで、絶対一着ちょっと欲しいなと思ってですね。でこの間アネモネさんに行ってきたんですが、ちょうどですね4連休シルバーウィークっていうのかな、9月の4連休の時で、インスタもこの間したんですよ、チェックしてたら、4連休でもう何て言うんですか、アネモネさんがもう本気出しますみたいな書いてあって、もうものすごいいろんなもの放出してたんですよ。バーバリーの一枚袖のコートだったりとか、なんかここら辺のドルマとかもそうなの、デッドとか、あ、全部デッドなんですけど、土足のニットとか全部出してて、あ、すっごいなと思って、で、早く来たいなと思ったんですけど、連休中とはいえ事務仕事あったんで、仕事終わった後にですね、2日目かな行ったんですよね。そしたらすごかったですね、その外にもう入れなくて、あれです、入場制限かかって、まあ、コロナのあれもあったんであれですけど、まあ、入場制限かかってて、もう外に並んでるぐらい人いて、まあ、すごいと思って、で店員さんに後で話聞いたら、初日とかは徹夜組がいたぐらい外に並んでたっていうぐらい、夜中からとんでもない混んでたんだなみたいな感じで、ちょっとびっくりしましたね。はい、なんか高円寺であんまり混むって言っても、そんな前日からっていう印象はあんまなかったので、すごいなと思って、アネモネさんで、ちなみにこういうなんかヨーロッパのヴィンテージも浮いてたりするのに、501のダブル X とかも置いてたりとかして、本当になんかね、いいセレクトがすごいんですよね。本当なんで今まで知らなかったんだろうって思うぐらいよくってですね、はい、でオーナーさんに、あ、この間どうもありがとうございましたって話したらですね、まあ、もちろん覚えてくれて忘れられたらどうしようかと思ったんですけど、覚えてくださったんで、はい、お話しして、ちなみにまだ紫の残ってるけど買いますかって言われて、いやいや俺はいいですって言って、そうそうそう、ただね、本当売れとけよって話ですよね。本当にもう雑誌見たんですけど、これくださいで売れとけよって話なんですけど、まあ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 、それはいいとしてですね。
で、一応ですね、目当てとしてはね、結構鮮やかなグリーンのニットをいこうかなと思って、なんでかというと、あの映画のイエスタデーをこの間、見てたら、それに出てきた、ヒロインというか、まあ、そのヒロインの女性が結構グリーンのね、あのニットのカーディガンを着てるシーンがあって、なんかそれがすごい、別にすげえ可愛いとかおしゃれってわけじゃなかったんですけど、なんかすごい強烈にインパクト残って、あー、なんかグリーンのこういうニットカーディガンいいなみたいなのをすごいなんか思ってですね、まあ、あのカーディガンだとちょっと使いづらいかなと思ったんで、普通のこういう、かぶりのセーターで、なんかあのグリーンいいなと思ってたところに、あのアネモネさんのやつも思い出して、ああもう絶対あそこにあった気がすると思って、インスタ見ても同じような絵があったんで、あ、ちょっとこれはぜひぜひ買いに行こうと思って、まあ行った感じですね。グリーンを目当てで行った感じですね。で、グリーン実際試着してみたところ、まあ42サイズ44サイズがあって、どっちも良かったんですけど、ただやっぱりグリーンがあまりにも鮮やかすぎて、そう、女性が着てるのを見たり映画で見たりする分にはおしゃれだな、可愛いなと思うけど、それがイコール自分に似合うとはもちろん限らないし、俺が着こなせるとも限らないしっていうのもあって、そう、それありますよね。服に限らず車とかも、例えば自分がめっちゃエメラルドグリーン好きって思っても、それを車でエメラルドグリーン買うのっていう話じゃないですか。実際エメラルドグリーンの車、あの好きな人もいるしね、全然いいんですけど、なかなかこう行きづらいっていうか、車として別に欲しいカラーではないなとか思うじゃないですか、好きだけど色としてはね。そこはやっぱ踏まえなきゃいけないなと思って、グリーンの服結構好きなんですけど、意外に似合わない感じというか、試着した感じちょっと俺行き過ぎ、ちょっと派手かなと思ってですね、いやでもこれ目当てできちゃったしな、どうしようかなと思ってたら、あのオーナーさんがですね、これどうって言われて出してくれたのがこれだったんですけど、これめちゃくちゃ気に入ってですね、本当にあこれいいなと思って、もうあのパッと見その色的に、あの言って一応グリーンの系統でもありつつ、さらにそのミリタリーっぽいんですよね、ちょっとこの色が、カーキっぽいこの感じの色がちょっとね、でミリタリー大好きだし、ミリタリーのその40年代とかの、あのもうちょっとざっくりしたあのニットとかあるんですけど、そこら辺の色にちょっと近いし、すごくね、色的にはありだなと思って、で今回結構鮮やかなというか、ちょっとカラーのやつ行こうと思ってたんで、もう白とか黒とか、グレーベージュあたりはちょっと避けようと思ったんですね。だからギリカラーモンセーフと思ってなんかそれのシックなやつはシックなやつで、もうちょっと違うメーカーのやつなんか買おうかなと思っていたので、今回はちょっとカラーのやつ買おうと思ってて、ちょうどこれ落としどころとしてはめちゃくちゃいいなと思って、で、44サイズだっけ、42か44かなで、着てみたらめちゃくちゃハマっぴったりっていうか、個人的にはすごく好きなサイズで、結構オーバーサイズに最近ハマっていたんですけど、なんかその反動がやっと来てというか、そろそろ来てですね、なんて言うんですか、結構今タイトめというかジャストめぐらい、まあ、あんまタイトはないですけど、結構ジャストに着るのが好きになってきて、きっかけはあれでしたけどね、あのアットラストさんのジージャン、あの久しぶりにファーストのモデル着たらすごく結構タイトに選んでた時代のやつで、それがすごくこうしっくりきたっていうか、なんかオーバーサイズずっと着てたけど、結構ジャストで着るのもやっぱありだなってすごく思えてきたので、最近ちょっと選ぶときジャストを選ぶようにしてるんですけど、これもだからあんまりこうゆるっとではなく、結構ジャストめなやつで着ていこうと思って、はい、あとプラス最近あの何ですか、ダイエットを結構頑張ってるので、ちょっとね体が前より引き締まって、前よりですよ、前よりは引き締まってきたんで、まあ、これを維持できるんだったら結構ジャストで着てっても別にありかなと思ってですね、まあそんなこんなで、この結構タイトなぴったりした感じのやつを買いましたね。はい、でドルモアっていう、ちょっと紹介はここら辺に出しておきます。はい、結構由緒正しいというか、もうすごい最高だっけな、ニットブランドでいうと多分最高のあれらしくて、すごくね由緒正しい感じの、まあ、こういうのも本当なんかただ着るだけよりちょっとこう美味しくなるというか、あすげえいい、やっぱいいんだなっていう感じがするので、はい、テンションが一発上がる感じしますよね。感じですね、で着方的にはもう中に、シャツとか、まあ、グリーン同じ系のグリーンでもいいし、
あのブルーのシャンブレーでも全然合うだろうし、デニムっぽい、まあ、色も合うし、まあ、あと白のシャツでもいいし、黄色でもいいし、なんか別に黒でもいいし、 NG なシャツってあんまりそんなないかなっていう。まあ地でならピンクとか合うのかよく分かんないですけど、ピンクのシャツどうせ持ってないしいやみたいな持ってるシャツロンティーぐらいで言うと特に合わない色もないし、柿なんでね、何でも合うかなっていうところで買いました。でこれデッドストックで買ってきたので、80年代か90年代すいましたね、80、90年代のデッドストックで購入してきたので、やっぱ一発洗いはかけたいなと思っていて、帰ってきてすぐ物取りして、洗ったやつとかがあるので、そちらもぜひちょっと見てみてください。参考に、まあ、80、90年代のニット、まあ、保管状況にもよりますけど、大体こんな感じ、汚れはこんな感じだよとか、縮み具合はこんな感じだよっていうのをちょっと見てもらえればなと思いますので、どうぞ。というわけで今ちょっと見てもらったと思うんですけど、特にね縮みとかはなかったですね。はい、なんか別に全く問題なく、おしゃれ着洗いの洗剤使えばそんなに、問題なしっていう感じですね。はい、ちょっと着た感じどうかっていうと、袖がちょっと長いかなって感じです。結構たるんでるというか、ちょっと余裕がある感じですね。はい、これもう、 こう下にたるますべきなのか、こう溜めるべきなのか、まんべんなくやるべきなのか、上に溜めるのかっていうか、よくそんなにこうニット詳しくないんでよくわかんないですけど、まあまあバランスよくぐらいの方がいいんですかね。はい、そうです。まあ、丈はそんなにあれなので、はい、問題ないかなって感じです。でここら辺結構ね、そんなに厚手でも薄手でもないぐらいにしたのは、もう結局この上にレザーをほとんど着る感じなので、それが邪魔にならない程度で、あれですね、あんま薄手すぎるとレザーを上に羽織ったぐらいじゃ寒いんで、ちょっと、いやだから要はコットンニットとかはちょっとあんま向いてないなと思っていて、結局そのもう一枚何か間に着るか、レザーの上からもう一枚何か着ないと寒いかなっていうのもあったし、かといってここ本当インバーランド結構極厚なやつにしちゃうと、もう上にレザー着るともうコモコになっちゃうんで、なんかそこら辺の間を取るとこのくらいのちょうどいい肉厚感かなっていう、薄すぎず厚すぎないっていう感じで、でかつすごくあったかい、保温性すごく高くてあったかいみたいな感じなので、なんか本当デザインというか色といい、サイズ感といい、そのブランドといい、歴史といい、なんかもうトータル含めてすごくいいもの買ったなっていう感じですね。はい、もう今年の冬のニットはもうこれガンガンヘビロテしようかなと思ってます。はいですね。まあ下も黒のパンツでもいいだろうし、うん、こういう薄いデニム、ちょっと薄いデニムの方が合いやすいかなと思ったので、淡い色なので、まあ、それ合わせてもいいかなと思いますし、うんって感じですね。あとは本当上に革ジャンを着て完成みたいな感じですね。まあやっぱちょっと首元はやっぱちょっとチクチクちょっとするので、今日今着てるのはなんだウェアハウスさんのロンティー合わせてるんですけど、これはやっぱシャツにちょっとするか、これよりもちょっとネックが深いやつというか、ちょっと大きいやつを選ぼうかなとは思いますね。でもシャツだったら間違いないかなっていう感じかな。はいですね。すごく
気に入ってます。でこれはもう せっかくデッドストックで買ったんで、もうこれはもうリアルヴィンテージにしたいなっていう、自分がもうポロポロになるまで本当3年でも4年でも5年でもちょっと着続けて結構こうリアルなあの風合いを出していこうかなと思ってますね。はい、もう色的にももう長く着れる、間違いなく長く着れる感じだし、あとこの感じだったら本当1枚で外にジャケット脱いで1枚でいても全然様になる感じかなと思ったので、まあ、ちょっとかっこいいなと思いましたね。はい、まあデッドっていうのもやっぱでかいですね。自分がゼロからこう作れるっていう、やっぱこれがもう普通にただ、古着として誰かがもう結構着たやつとして売ってたら値段が半額ぐらいだったとしてもそんなに引かれないっていうか、まあまあまあぐらいだったかなと思いますね。やっぱ多少高くてもやっぱデッドからもう自分がゼロから8、90年代の、まあ、要は8、90年代っていうことはもう俺と変わんないんで、ほんと40年前とかですよね。そういう、そうですよね、3、40年前のニットなのですごいですよね。3、40年前のニットがそのまま現存しててこれから着ていけるってめちゃくちゃ幸せなことだなと思いますね。はい、というわけで、今日ですね、こちらの、ドルモアというですね、ニットのこの間購入したやつを、紹介いたしました。はい、ご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。